ギリシャの地域としてのマケドニア・マケドニアはギリシャの地理的、歴史的な地方の一つ。ギリシャ全土を9つに分けた地理な地方のうちで最大の面積を持ち、人口は2番目に多い。テッサリアおよび西トラキアとともに北部地方と呼ばれる。ギリシャのマケドニアはアレキサンダー大王の出生地を含む古代マケドニア王国の領域の大部分を占めている。 このマケドニアという地域名称は後により広範囲に拡大して用いられるようになり今日のマケドニアとして知られる地域名称のうちギリシャ領の部分は面積で52.4%人口で52.9%を占めているこの拡大したマケドニアの領域は1912年までオスマン帝国に属していたが1913年以降の バルカン戦争によってこの領域はギリシャ、セルビア、ブルガリアの三国によって分割された。新しいギリシャとオスマン帝国の国境線は1913年のアテネ条約によって確認された。近代の地域名称としてのマケドニア教、かつての古代マケドニア王国の領域の大半はギリシャ領に属している。一方、近代以降用いられているマケドニアという地域名は、 より広い範囲を指し示している。この領域には中世以降スラブ人が居住するようになった。この領域のうち1913年にブルガリア領となった部分はピリンマケドニアと呼ばれ、今日のブラゴエブグラト州の領域とほぼ一致している。一方、セルビア領となった部分はバルダルマケドニアと呼ばれ、今日では北マケドニア共和国として独立している。 ギリシャ領となっている部分は、エーゲマケドニアと呼ばれる。この古称は主に前日のピリンマケドニア、およびバルダルマケドニアとの一体性を強調する、スラブ人によって好んで使用される。このエーゲマケドニアという古称は、第二次世界大戦の頃からよく登場するようになった。これは、ユーゴスラビアのヨシップブロズ、地頭大統領の大バルカン連邦構想による、 ギリシャ内戦への介入のために、エーゲマケドニアという語を使用するようになったためである。エーゲマケドニアという呼称は、多くはスラブ系のマケドニア人によって、広く用いられるほか、歴史的な用語として使用されている。マケドニアという地域名称の由来として、主に次の三つの説がある。古代ギリシャ神話によると、マケドンはマケドニア地方の西部、南部、中部に居住し、 古代マケドニア王国を築き上げた部族の最初の長の名前であるとしている。マケドノイトは古代ギリシャ語のドリス方言の名詞でマーコスという長さを意味する語及びドリス方言の形容詞でマケドノスという高いを意味する語に由来するとしている。これは古代マケドニア人は背の高い人々として認識されていたことによる。この形容詞はホメロスのオデュッセイアにおいて 背の高いポプラの木の記述として使用されている。また、アリストパネスの喜劇、鳥において、作中に登場する架空の都市を取り巻く城壁の記述としても、この形容詞が用いられている。証明されていない仮説では、マケドネスとは、高知人を意味し、それは仮説上の古代マケドニア方言の所有複合語で、高知のを意味する、マキケドネスに由来するとしている。 しかし、この説についても真剣な議論がなされている。ギリシャ領のマケドニアの旗ギリシャのマケドニア地方は3つの行政区画に分けられ、さらにその回に合わせて13の県が設置されている。また、地理的にマケドニアに区分される中には、女人近世の男子修道院による自治区であるアトス自治修道士共和国も存在しているが、通常はマケドニア地方には含まれない。 実際に、アトスさんは、ギリシャや欧州連合の法のほとんどの適用を受けていない。アトスさん全域の男子修道院としての性質上、女性の立ち入りは固く禁じられている。マケドニア地方は、ギリシャ政府のマケドニアトラキア担当大臣によって、監督されている。マケドニア地方は、隣接する地方である、テッサリア、西トラキア、イピロスに囲まれ、北には、ブルガリア、 マケドニア共和国、アルバニアと国境を接している。マケドニア地方に存在する行政区画及び県は次の通り。ギリシャのマケドニアギリシャにおける、現代のマケドニア古代マケドニアマケドニア地方は34,231キロ平方メートルの面積を占めている。また標高が高く、その領域のほとんどが山地であり、最高地点は2,917メートルに達する。 一方、エーゲ海沿岸には広大で肥沃な大地が広がっている。マケドニア地方には、アリアクモン川、アクシオス川、ネストス川の谷が横切っており、これらの川はすべてエーゲ海に流れ込んでいる。マケドニア地方は、アルバニア、マケドニア共和国、ブルガリア、そしてギリシャの地方であるイピロス、テッサリア、西トラキアに囲まれている。 沿岸のタソス島及びサモトラキ島もマケドニア地方に含まれる。これらの島々は東、マケドニアトラキアに含まれる。地域の総人口は249万2232人であり、その中心となるのは最大都市であるテッサロニキである。テッサロニキの人口は36万3987人であり、その都市圏人口はおよそ100万人である。テッサロニキ。 または、テッサロニカ、サロニカとも呼ばれる都市が、マケドニア地方の中心都市となっており、ギリシャ全土でも2番目に大きい。テッサロニキは、中央マケドニア地方の州都であり、また、テッサロニキ県の県とともなっている。その都市県人口はおよそ100万人である。テッサロニキの町は、紀元前315年頃カッサンドロスによって建設された。その場所は、 古代の町テルマと周辺の6つの村の上か、その付近であった。カッサンドロスはこの町に、彼の妻でアレクサンドロス大王の妹であるテッサロニカの名を付けた。彼女の名はその父親であるピリッポス2世によって与えられたもので、テッサリアの騎兵の助けによってフォキスに対して勝利を収めたことを記念して付けられたものである。テッサロニキという名は、 テッサリアの勝利を意味している。キリスト教の首都であるパウロは、2回目のヨーロッパ、伝道旅行でこの地を訪れた。東ローマ帝国の時代には、町は、ギリシャ人からは、シグマウプシロンミューベータアルファーシグマヨタラムダ、イプシロンウプシロンシグマアルファーと呼ばれた。聖書を、教会スラブ語に翻訳し、スラブ語圏諸国への布教を行った聖人キュリロスと、 メトディオスは9世紀のテッサロニキ出身である。テッサロニキは1430年から1912年までオスマン帝国の支配下に置かれた。テッサロニキは第一次バルカン戦争の最大の戦利品であり、1912年の10月26日にギリシャに編入された。この日付はテッサロニキの町にとって大変大きな意義を持つものであり。 前述のテッサロニキ編入という歴史的な出来事に加えてこの日付はテッサロニキの守護聖人デメトリオスの聖人の日であるテッサロニキは栄えた活気のある街で街の商工はギリシャにとって大きな戦略的重要性を持っているテッサロニキは商業工業経済文化の一大拠点であり南東ヨーロッパの物流のハブとなっているテッサロニキの街は 多くの学生人口を抱え、また数多くの東ローマ帝国時代の建造物や、華やかなナイトライフでも知られている。リトフォロから見た、オリンポース山の眺めマケドニア地方の気候は、その地域の特性に強く影響を与えている2種類に分けられる。そのうちの一方は、鉱山性の気候で、他方は、地中海性気候である。鉱山性の気候は主に西マケドニア地方の、 山間部に多く、地中海性の気候は、中央、マケドニア、及び東、マケドニアトラキア地方に多い。ギリシャで公式に観測された最低気温は、西マケドニア地方のプトレマイダで観測され、氷点下27.8度が記録された。その起伏に富んだ地形にもかかわらず、マケドニア地方はギリシャで最も豊かな農地を持っている。 多種多様な食料や商品作物が育てられており、米、小麦、豆、オリーブ、木綿、タバコ、果物、ブドウ、ワインや、その他のアルコール飲料が生産されている。食品生産と織物製造は、地域の産業の中心となっている。観光は主に海岸部、特に、春木力半島やタスス島、並びに、オリンポス山の荒廃地域では重要な産業となっている。 観光客の多くは、ギリシャ周辺の国々から来ている。テッサロニキは主要な港町であり、産業の中心である。カバラには、マケドニアのもう一つの重要な港がある。地域の空の拠点である、テッサロニキマケドニア国際空港の他にも、カバラ、カストリア、コザニにも空港がある。エグナティア高速道路は、マケドニア全域を横断し、主要都市を接続している。 アトス山のスタブロに来た修道院テッサロニキのパナゲアハルケオン聖堂。代表的なビザンティン建築地域の住民の圧倒的多数は民族的にはギリシャ人でありギリシャ正教会の信者である。中世から20世紀にかけてのマケドニア地域の人口推移についてははっきりとはわかっていない。1904年の時点でのオスマン帝国による人口統計によると 204,317人のスラブ系ブルガリア人がオスマン帝国のセラニク州に居住していた。この時点ではまだスラブ系のマケドニア人という民族意識は存在せず、彼らは自らをブルガリア人と規定していた。同じ調査によるとマナストゥルではギリシャ人が261,283人、ブルガリア人が178,412人であった。 ヒューブールトンの著作、フーアーザ・マスドニアンズでは、ギリシャによる1913年のマケドニア地域、編入以前の人口調査について、人口調査の評価には疑問があるとしている。この地方に居住していたその他の人口の多くは、トルコ人であり、他にも、ユダヤ人、ロマ、アルバニア人、アルマニア人などがいた。世紀前半において、人口構成に大きな変化が起こり、 ギリシャ領マケドニアの地域の人口の圧倒的多数はギリシャ人となった。1919年、ブルガリアとギリシャは第一次世界大戦の講和条約であるヌイー条約に調印した。条約ではギリシャとブルガリアの間での住民交換が定められた。この条約によると、ブルガリアはギリシャ領内に住むすべてのスラブ系住民の母国であるとされた。 多くのブルガリアに住むギリシャ人はギリシャ領をマケドニアに移り住み逆にギリシャ領内に住むスラブ人の多くはブルガリアに移住したが一定数はギリシャ領内に留まり自らの姓をギリシャ風に改め自らをギリシャ人であると規定し直しそれによってブルガリアへの移住を免れた1923年にはギリシャはトルコとの間で ローザンヌ条約に調印し、60万人のギリシャ語を話す難民がアナトリア半島からギリシャ領をマケドニアに流入した一方、トルコ人やその他のイスラム教徒はトルコへ流出した。オスマン帝国時代のマケドニア地方の都市はギリシャ語、スラブ語、トルコ語と言語ごとに異なる名前を持っていた。オスマン帝国崩壊後、ギリシャ領の都市は公式に ギリシャ語の名称によって知られるようになった。これは、ブルガリアやユーゴスラビアの都市においても同様であり、それぞれオスマン帝国の崩壊後に、それぞれの国の言語によって知られるようになった。住民交換によって、多くの場所で新たに流入した住民によって解明が行われた。第二次世界大戦による、飢餓、処刑、虐殺、強制移住などによって、マケドニア地域、 の人口は悪影響を受けた。ドイツと同盟を結んだブルガリアの軍によって地域のギリシャ系住民やユダヤ系住民は迫害を受け、ブルガリアは占領する東マケドニア、西トラキア地域にブルガリア人を入植させた。マケドニア地域における市民の死者数は40万人を超えるとみられ、うち5万5000人はユダヤ人である。 ギリシャ内戦においても激しい戦闘がこの地域で行われ戦後の貧困も重なって多くのマケドニア地域の田舎の住民が町や外国へ避難した現在においてもマケドニアの多くの場所では人口が希薄であるギリシャ語は公的な場所や教育における唯一の公用語であり最も多くの住民が使用する言語であるいくらかの小さな共同体においては ギリシャ語のポントス方言、マケドニア方言、アルーマニア語、メグレのルーマニア語、アルバニア系のアルバニティカ語、アルメニア語、スラブ語、トルコ語、ロシア語、イディッシュ語、ロマ語なども使用されている。1980年代末から始まり、一連の共産主義政権が崩壊した東欧革命以降、多くの経済難民や移民が、周辺のアルバニア、セルビアやブルガリア、 マケドニア共和国、ルーマニア、そしてロシアやウクライナ、アルメニア、グルジアから食を求めてギリシャ国内に流入した。マケドニア地域における少数民族の正確な数は分かっていない。これはギリシャにおいては1951年以降、住民の母語を調べる人口調査は行われていないことによる。マケドニア地方における主な少数民族には次のようなものがある。 ギリシャ領マケドニアでは、ギリシャ人ギリシャへの移入民の双方で、強い地域的アイデンティティが形成されている。この地域的な意識は、ユーゴスラビア崩壊後に独立したマケドニア共和国との間のマケドニア故障問題において注目されてきた。マケドニアのギリシャ人が自らをマケドニア人と規定することは、国家の一心と関係づけられた。 この強い感情の典型的な現れの一つをギリシャの新聞アップジェベマティニーが2007年1月ギリシャの首相コスタス・カラマンリスがストラスブールの欧州評議会における発言230万人のギリシャ人たちと同様私自身こそがマケドニア人であるをヘッドライン記事で報じたことに見ることができるテッサロニキのホワイトタワーオスマン帝国支配下の時代には 牢獄として使用されていた。現在は博物館となっており、街のランドマークの一つとなっている。ピリッポス2世、ありがとうございます。